クリス・ブラックウェルは、イギリス生まれの音楽プロデューサー、経営者、特殊化。レコード会社の一つである、アイランドレコードの創業者である。2001年にはレゲエを、世界中に広めた功績を称えられ、ロックの殿堂入りを果たしており、イギリスでは、音楽業界において最も大きな影響力を持つ、人物の一人として知られている。ブラックウェルは1959年に、 ジャマイカでアイランドを設立し、後にスカへと発展するジャマイカのポピュラー音楽制作に関わっていた。1962年にはイギリスへ移り、ジャマイカ移民コミュニティへのレコード販売を通して、ジャマイカ音楽を初めてジャマイカ国外に紹介した。アイランドは1970年代以降、ボブ・マーリーザ・ウェイラーズや U2、グレース・ジョーンズら所属アーティストの、 商業的成功によって徐々にビジネスを拡大させていった。アイランド大社後は、アイランドワクツ、オラカベスサ基金、メアリー・ビンソン・ブラックウェル基金、ジャマイカ自然保護トラストといったフィランソロピー団体を運営している。ブラックウェルは、ロンドンでアイルランド人の父と、コスタリカ出身のセファルディム系ユダヤ人の母との間に生まれた。父ジョセフは、クロスアンド。 ブラックウェル社の創始者の一人、トーマス・ブラックウェルの子孫で、食品や調味料の販売を行っていた。ジャマイカに先祖を持つ、母・ブランチは、小説家のヤン・フレミングの恋人だったことがあり、ジェームス・ボンドシリーズの、ゴールド・フィンガーに登場するキャラクター、プッシー・ガロアは彼女をモデルにしているという説がある。また、ブランチは、ジャマイカのセント・メアリー・教区オラカベッサ近郊に、 数千エーカーの土地を所有しており、後にフレミングと俳優のノエル・カワードに売却した。ブラックエルは生後6ヶ月でジャマイカに移り、幼少期をジャマイカで過ごしたが、就学年齢になるとイギリスのハーロー校に入学した。ブラックエルは同校卒業後大学受験に失敗したため、ジャマイカ総督ヒューフット教の副官となるためにジャマイカに戻った。 1957年、フットがキプロスへ転任するとブラックウェルはジャマイカに残った。母親から少々の小遣いをもらっていたため、アパートを借り一人暮らしをすることができていた。ブラックウェルは不動産業やジュークボックス販売などのビジネスを始めた。このジュークボックス販売業の結果、ブラックウェルはジャマイカの音楽家たちとのつながりを深めていった。また、 1958年には自身が乗船するボートがヘルシャビッチ付近で座礁してしまい熱中症になったところをラスタファリアンに助けられた。ブラックウェルはこの一件を機にラスタファリ文化をヨーロッパに伝えることを決意した。ブラックウェルは1959年22歳の時1000ドルを投資しアイランドレコードを創立する。社名はアレック・ウォーの小説。 アイランド・イン・ザ・サンから取ったものであった。アイランドからの最初の作品は、バミューダ出身のピアニストであるランス・ヘイ・ワードのアルバムであった。1960年には、ローレル・エイト県の、ブギー・イン・マイ・ボーンズ、リトル・シーラが、同レーベルからの作品として、初めてジャマイカのヒットチャート1位を記録した。アイランドは1962年には26枚の、 シングルと2枚のアルバムを発表するまでに成長していた。これらのヒットとイアンフレミング原作の映画007ドク、no、ターノーのジャマイカでのロケーションハンティングを担当し資金を得たことからブラックウェルはさらなる事業拡大のため本社をイングランドに移転することを決意した。アイランドはイングランドにおけるジャマイカ音楽というッチ市場を開拓することに成功し、 ジャマイカからのマスターテープ半券ビジネスを拡大させていった。中でも1964年、当時15歳のミリー・スモールがスカのリズムに乗せて歌ったシングルマイボーイロリポップは世界で600万枚を超えるヒット作となり、アイランドは一躍欧米のポピュラー音楽シーンから注目を浴びることとなった。ブラックウェルはこの時期のことを以下のように回想している。 ブラックウェルは、ウィングッドとスペンサー・デービスグループを見出して以来、トラフィック、スプーキー・トゥース、キング・クリムゾン、フリー、ジョン・マーティン、ニック・ドレイク、フェアポート・コンベンション、スパークス、エマーソン・レイク・パーマー、ユーツユーなど多くのロック系アーティストと契約を結んでいった。 それによってアイランドは1960年代から1980年代にかけて最も成功したインディペンデントレーベルの一つとなった。アイランドの成功の要因をブラックウェルは以下のように解説している。アイランドとブラックウェルは才能あるアーティストを見つけるだけでなく彼らを育てること、さらに流行を生み出す能力にも長けていた。また、 ボブ・マーリーザ・ウェイラーズのファーストアルバムキャッチ・ア・ファイアのジッポーライター型ジャケットに代表される斬新なジャケットデザインなどイメージ戦略にも長けていた。これについてブラック・ウェルは以下のように改装している。アイランドはさらにトロージャンレコード、クリサリスレコード、バージンレコード、スーレコードと契約し、これらのレーベルの作品を配給した。 アイランドは1972年にはジミー・クリフ主演のハーダー・ゼー・カムで映画界にも進出した。同作は世界各国に流通した初のジャマイカ映画だった。同年、ブラック・ウェルはジャマイカをはじめとした第三世界の音楽専門のレーベル、マンゴレコードを立ち上げた。マンゴでは、バーニング・スピア、ブラック・ウフル、サード・ワールド、サリフ・ケータ、バーバマール、 アンジェリーク記場、キングサニー・アデなどのアーティストを配給した。ブラックウェルの特筆すべき業績の一つは、ジャマイカのウェーラーズを発掘し、世界の音楽ファンのレゲエへの関心を集めたことである。ブラックウェルは、ウェーラーズが、ファーストアルバムを作る際には、1958年に、ラスタファリアンに助けられた恩を返すつもりで多額の、金銭的支援を行った。 この誠意によってマーリーとブラックウェルの信頼関係は深まり、ボブ・マーリーザ・ウェーラーズとアイランドは双方とも長期にわたる成功を手にした。マーリーとの経験についてブラックウェルは次のように証言している。1970年代から1990年代にかけてブラックウェルが発掘したロック系アーティストはキャット・スティーブンスやグレース・ジョーンズ、メリッサ・エスリッジ。 トム・エイツ、クランベリーズ、リチャード・トンプソン、P.J. ハーベーラである。1977年には、バハマのナッソーにコンパスポイントスタジオを建設した。ブラックウェルは1989年には、アイランド株をポリグラムへ売却し、1997年にアイランドを退職した。アイランドは、同社の子会社となった後、1998年には、 ユニバーサルミュージック参加となった。ブラックウェルはアイランドを売却する一方、1998年には新たに音楽、映画、DVD 制作を行うベンチャー企業、パームピクチャーズを設立した。同年、ブラックウェルはさらに、ライコディスクを3500万ドルで吸収合併し、ライコパームを設立した。イアン・フレミングのかつての邸宅、 ゴールデンアイの現在のオーナーでもあるブラックウェルは、1990年代初頭に、ジャマイカ、バハマ、マイアミで、リゾートホテルコテージなどを経営する、アイランドアウトポスト社を設立した。2001年にはレゲエを、世界中に広めた功績を称えられ、ロックの殿堂入りを果たした。2009年4月に開かれた、アイランド50周年では式典に招待され、中央に着席した。 その様子を伝えたイギリスの音楽誌ミュージックウィークはブラックウェルを過去50年間でイギリスの音楽業界に最も影響を与えた人物と紹介した。ありがとうございます。